き分かってると思うんですよ。ミディアムの状態で、あれまだ2番があるんですよ。せやねんね。せやねんね。あーね。はい。で、いいよ別に、いいもん別に。で、今のところの予定としては、あの来週のまずサワソニ土曜日の方でフルバージョンを披露できたらまず披露すると。でその次の日にあの K&M ミュージックの新宿店さん、ね、いつもお世話になっている場所がついにあの1周年やったね。でもね、なんか長い気がするよ。その5年くらいやってる感じじゃないけど、本当それが1周年ということと、あとミオンとね、彩香の誕生日会を東京でもぜひやろうと、あのキヨキヨ先生が提案してくださって、まあ、さまざまにめでたいパーティーを土曜日にするんですけど、そちらでなんとキヨキヨの作ってくれた光る風の中のすべてをこちらミディアムバージョンで初披露となります。まずはやっぱ作ってくれたねキヨキヨのことでね。でなんでミディアムかっていうと、あの振りを作ってくれたキャラメルリボンの葵ちゃんが初披露をぜひ見たいというふうにね、あの話をしていて、そうですね、で、まあ、葵ちゃんもすごい忙しいので本当にいろいろと今レッスンがすごいいっぱいあって、女優さんとか、ね、そうそうあって忙しいので、あのその時間的にはあの厳しいから、うん、あのまあ、葵ちゃんが来る来ないか置いといて、その次のだから東京遠征の次の週の土曜日がちょうど大阪なので、うん、そうそうそう、フルバージョンの披露は葵ちゃんのね、それこそいる大阪でやろうかなと思って、ね、うん、日曜日キヨキヨのところはミディアムバージョンでの披露となります。なのですごい今回いろんな人のねお力をお借りして、あの素敵な、これすごいんだから葵ちゃんの振り付けが、もうなんか難しいよな、難しい、なんか小難しいよな。もう葵ちゃんだなって感じだよね。葵ちゃんだなって感じ。ちょっと前よ、最初のところだけちょっとやって。どこ？あのこれから。もうちょっと真面目にやって。歌入る前くらいまで、前までくらいまでちょっときっちりとやってみ、ちょっとなのであの鳥取でまだ話してるだろうって、あの地元でのね披露がちょっと遠くなっちゃうから、あの最初のね前奏の雰囲気だけでもちょっといつぐさんの踊りで味わっていいのがいいんじゃない、なんでやな、テレテレティーンで歌ってあげるわ、わかりやすいと思う。ちょっと待ってよ、ミオもできるかわかんない、じゃあ前歌うけん、どこら？テレテテテテレテテンテレテテテンテテ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 動いて、いや歌っちゃったんですよ、ちょっとね、あ全然わかんないです歌じゃなかった、まだテレレレンだよ、若干しかもバラードだって言ってるのちょっとポップにチリリンとかチリリリンっていう感じの振りがついておりますので、あの本音とついた感じを ぜひあの地元の皆様に楽しみにしていただけると、はい、いいかなと思っております。そうなの、ちょっと開いちゃうんだよね地元のやつがね、うんどんどんちょっと楽しみ、すごいもうミオンたちが泣いちゃう感じだから、ミオンたちが歌ってるのになんか泣いちゃう、光る方、そう光る方、ね、確かにな、ほんとそれ、もう葵ちゃん自分でも言ってたもん、みんな泣きよってめっちゃ自信あんじゃんと思って、葵ちゃんと思って、いや葵ちゃん自信あんじゃんと思って でもそれくらい曲もだし振り付けにもこう物語がすごいあって、そうそうそう、でなんかこうなんかすごいわからない、何がって言われたらわからないんだけど、なんかすごいグッとくるのよ。そうやね、でハマってる、なんかそれこそ映画見たみたいな感じ、一本映画見たなっていう感じ、結構壮大な感じ、広がる感じで、うん、そうだね、想像できるよね。で、うん、あのすごい踊りもこう綺麗にシンプルにっていう感じで、うん、あの見ててあのなんか気持ちいい感じだね。そうそうそう、葵ちゃんのだけど、見てて気持ちいいの葵ちゃんのなんだけど、葵ちゃんもすごいなんかいい意味でだるそう、うん、違う、なんだっけ、なんだっけ、力が、無駄な力が入ってないの葵ちゃんの、アンニュイだっけ、そうそう、アンニュイな雰囲気、アンニュイな雰囲気だるそうってどういう風に違う、なんかちょっとね、頑張って踊っとったらさ、いやもうちょっとなんか適当にやってみたいな、そうみたいな、ちょっと適当にやっていいってすごい言われて、だってっていう感じの、マジ今までのチェリップにすごいない感じだけど、そうすごいなんか見てて
見てて、その動画をね、うん、自分たち踊ってて見てて、マジ誰みたいな、これチェリップかなみたいなね、私な、そうっていう感じなのね。で、あの結構しかも珍しくチェリップって結構自分の持ち立場、こっちだったらこう上手右側で歌ってるとかが多いと思うんだけど、その曲って結構ね逆でこう歌ってることが多くてね、違和感で最後もこう、うん、この逆のまま終わるし終わるしっていう、すごい珍しい感じで、ね、ちょっとね早く見てもらいたいわ。できるかできないかは別にして、それな立ち位置逆なのが一番心配なの。あとね、マイクね、いつもミオたち左で持って基本音で右で踊ってるんですけど、これ結構右で持って左でなんかやってるっていう、チェンジが多い、チェンジ、そうチェンジも結構しかもパンパンパンって感じだし、あ無理無理無理って感じパン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 、ほんとほんと持ち悩め全然笑いごちんねえからね逆に文句言うなって感じ、マジマジ難しいんだって、さすがって感じ、キャラリボドかなって感じ。いやでもマジキャラメルリボンって感じ、ほんとに DNA をちょっと受け継げたかなっていう感じ、ね、もっとね本当に次はおうちゃんニヤニヤしながら見てたけど、そうそう、うわこいつら下手だなと思ってなんだこれみたいな、覚え1時間で覚えるよみたいな、早く覚えろよと思われてそうけどやっぱりね、あのキャラメルリボンさん本当に、まあ、自分たちが好きだったっていうのはありますけど、ね、やっぱいなくなるのがこう不思議存在だったじゃないですか、うん、からなんかそういうのがちょっとでもね、その DNA がチェリップを通してですけど、こう伝えられたらなと思って、キャラメルリボンさんっていうのがいてねっていう感じで話せれたら、ね、いてねって話せたら嬉しいなと思って、それがすごい嬉しいなと思ってっていうのがあって、でそれこそね、あまちゃんは元気な振り付けが得意だから、元気な曲がねまた今度あったら、あまちゃんよければつけてほしいですし、そうそう、面白いね、面白いね。でもおいちゃんさ、なんかすごい誕生日おめでとうみたいな、思ってないけどみたいな書いてそうそうそう、マジやべえなと思って、でキャラメルリボンのキャラの濃さがまだ残って、まだ残りすぎで、すごいあれもお気に入りがめちゃくちゃ出たじゃんそれそうだね、からやっぱりすごいまだ、あすごい愛されてた存在なんだなって、そうだね、そういう方に振りをつけていただいたのすごいありがたいことだなって思ったので、あ早くやれって証明が降りた、すごい分かりやすいことするじゃん、そういうことなんでこの話になったんだよ、しかもあその曲の披露の順番の話をしてた、めっちゃダメで15分ぐらい喋ったよ、そんなことない、そんな喋ったそれは言い過ぎ、そこまで喋ってない、それは言い過ぎだっていうので、ちょっと間が空きますけど楽しみにしてください、はい、ということであります。鳥取の披露ちょっと心待ちにしていただき、その前に曲がラジオとかでフルで流れるかもしれないので、多分流れると思います、そうそう、ぜひそちらの方チェックをよろしくお願いいたします。皆さん楽しみにしてください、はい、では